どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。紹介していただきました社民党党首参議院議員福島みずほです。ブラック差別をなくすために血を這うような努力をし、現場で長年頑張ってこられた皆さんお一人お一人に心から敬意を表します。今日破壊の映画の上映会が議員会館であります。この映画を見ました。凄まじい差別の実相と、父親が息子に対して絶対に出自を明らかにするな、誰にも心を許してはならないっていう冒頭から本当に、ショックというかですね、こんなにやっぱり凄まじい差別ということ、それからその差別がどこまで本当になくなっているのかということを改めて思いました。去年は水平社宣言100年、今年は101年目です。で、 LGBT 理解増進法で与党は不当な差別という言葉に直すと、でもどうして差別は許されないということを法律に書けないのか、私たちは野党で出したのはもちろんそれは入っています。でも差別は許されないということがなぜ日本の国会の中で通らないのか、本当にこの人権状況を変えるためにも皆さんたちと一緒に頑張っていきたい、そう思っています。この間、例えば去年国際人権規約の人権規約委員会の勧告で国際人権機関の創設、それから選択規定書の批准など勧告が行われています。で、国内人権機関の創設は皆さんたちともう本当に何十年と頑張ってきました。前委員長である久美坂さんやブラック・アイフォード同盟の皆さんたちとも2000年の初めのダーバン、国連人差別撤廃国際会議でまさに南アの人権救済機関の委員長に会ったり、アジアで集会を持ったり、さまざまなことをやり、まだ実現をしない、なんとか仕切り直してこの人権救済機関本当に実現をしたいと思っています。そして今日、西島委員長から包括的差別禁止法の話がありました。その通りです。まさにそのことを皆さんたちと一緒に作っていきたいと思うようになりました。今日はアイヌのことでやってらっしゃる田原さんもいらっしゃいますが、長く例えば多くの女性たちと複合差別の問題やってきました。アイヌで女性、被差別部落で女性、障害者で女性、外国人で女性、さまざまな人たちとずっと交渉してきたんですね。そうすると、連携していく、やっぱり連携して、それぞれ差別の実相は違うけれども共通の部分もある、一緒にやろうということで随分やってきました。最近そのこと、連携していくこと、ジョイントしていくことを強く思っています。今国会には入管法の改悪法案が提出をされています。2回難民申請していたら3回目申請中でも送還忌避罪で送り返すという悪法です。日本の難民認定率すっごい低いですから、難民である人が本当に送り返して命の危険が生ずると思っています。 LGBT や例えばトランスジェンダーの人、犯罪者予備軍とトランスジェンダーは言われたりバッシングを受ける、だから外国人が犯罪者予備軍として扱われる、なんか地続きの共通の問題で取り組んでいる、そんな発言を聞いています。まさに外国人の人権を我がこととして考える、そんな若い人やさまざまな人たちが出てきていることをとても今最近感じて、これこそ包括的差別禁止法、さまざまな差別をなくするためにさまざまな差別に取り組んでいる人たちと本当に連携していきたい、それで法律を成立させたいと強く思うようになりました。若い人たち、大学生など人権で一つ区切りをつけて線引きをすれば、次の瞬間は自分の人権が剥奪されるかもしれない。人権とはそういうものです。誰かを差別する、でも次の瞬間に別の形で自分をまた排除されるかもしれない。だからそれぞれの差別を撤廃することに努力すると同時に、やっぱり一緒に連携していく、そのために各地
地で人権条例できつつありますが、それの延長線上としても包括的差別禁止法案、皆さんたちと一緒にまさに国会で成立できるよう、一緒に力を合わせたいと思います。差別撤廃の運動がより強くより豊かに本当にそれでなっていくと思っています。戦争はの今日、戦争をなくそうという、戦争は最大の人権侵害だと、司会者の方からありました。その通りです。私の好きな言葉に、平和と平等は手を携えてやってくるという言葉があります。そのまさに正反対は、戦争と差別排外主義が手を携えてやってくるということです。差別排外主義を煽り戦争に突入し、さらに差別排外主義をとりわけ煽っていく。差別排外主義なきところに戦争は起こりにくい。そしてサルトルは言いました。金持ちが戦争を始めて貧乏人が死ぬ。その通りです。だから戦争に反対し、最大の人権侵害が起きないように平和の構築を皆さんたちと一緒にやっていきたいと思います。袴田事件は再審開始になりました。あともう本当に狭山事件再審開始になるように、また皆さんたちと力を合わせていきたい、そう思います。差別は魂の殺人です。人を本当に生きさせないようにする、その差別を本当になくすために、皆さんたちと力を合わせ、国会は法律を作っていく、そのことにかけていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。福島みずほ参議院議員に